どうも、ナオチンです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。新キャラ実装まで残り2日となっておりますね。今日はカイドウを使って練習をしていきます。行く場所は真の海賊無双ですね。ではレッツゴー。それでは行きましょう。そうかこの大きさだったね。そういえばそうカイドウこのデカさだ。だからこのでかいから攻撃範囲がすごいのよね。ものすげえ攻撃範囲をしてるんだ。でこの状態でスピードタイプだよね。いや強いぞこれは。カイドウ絶対強いよ。 OK、まあ、とりあえず赤にしてスタートしようか。 OK いきます。 OK とりあえず赤にしてスタートすれば間違いないっしょ。おー倒しきれないね。どこいる？見えにくい。すごい見えにくい。よし、OK。あ、待て、クロコダイルがやばいことになってる。減らすねー。あーちょっと俺 HP もう回復した。いやこれ HP 赤をさ維持するのこれむずいわ。でかいからどうしても取っちゃうもんね。どうしても取っちゃう。まあ敵からのね攻撃も受けやすいので大丈夫ね。そのうち減るわ。ヒーローを維持しとけばまあ間違いないでしょう。いるぞ。ちょっと待って元に戻れ。でバギーも寄せて、いるぞ。そうジャンプした時の攻撃がこれになるんですよ。どういう戦い方になるんだろうね。戦い方がねちょっと想像つかん。いけ。重なってない。でもミホークが倒したでしょ。倒した。どこいるの。あいた。でかすぎて分かりにくい。こんな感じだったっけ。こんな感じだったんだな。オッケー、ハンコックバギー倒した。行きましょう。いやこれちょっとやっぱこのデカさに慣れる必要があるね。うん、このデカさはちょっと慣れないとむずいわ。やばい。とりあえずか。あいやいや HP だいぶ回復してるぞ。待て戻れ。 HP 回復、この HP の管理が本当に難しい。 OK 雷鳴発見で、おっしゃ。あーで赤いのがちょっとめんどくせえな。でも問題なし。余裕。どこだ。ちょっと待って場所が分かりにくい。本当に分からん。あ違うこっちじゃない。こっちか。場所分かりづら。あいやこっちで合ってるわ。行きましょう。もう HP 回復は取らないようにしないとね。走ってるだけで周りが壊れる。オッケーで大方向からの、いや無理だ。やっぱ赤じゃないと削りきれないね HP を。やば来ね。オッケー。やばい HP マジでやばいぞ。
1個取れ、1個、うん、OKOK、1個取っとけば大丈夫。ゾーン系もそので4校たちを倒していきましょう。結構ねヒット数あるから、よし、ゲージ溜まりそうな感じだけどね、これあんまゲージ溜まんないのよね。ゲージ溜めはそんなに得意なキャラじゃないのよな。いけ、あでもこの竜になったらばそこそこ良かったな。オッケー、とにかく炎と氷を撒き散らしながら、これどうなってるかが分かんねえな。カタクリとビッグマンを倒したでしょ。オッケー、いたいたいた、続けたわよ。よし、いいんじゃない。でジャック倒した、オッケー、 HP 回復取んなよ。よし、お前の首はいずれ俺が取る。あぶねあぶね、それまで死ぬんじゃねえぞ。ブラムなら弱い自分を恨め。頼もしい。いや禁止残ってる。あーあ、やけいきた、やられちまった分。で元に戻って、後できっちり返してやるよ。で1個取れ、オッケー。ダメか。で白ひげ行こう。どうだ、あいた、エースもいるね。図に乗ってんじゃねえよ。さすがね、あなた来て遊ぶ。よし本気。あやばい、エースがやばい。大方向使っての、やばいぞ、エースやばい。あーこれは外した。いや当てる、いや当たってねえ。親父と同列の、いやーダメだ、エースが無敵になってる。あでも倒しきれた。行きましょう、最終決戦。あ違う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 、サボがいた、サボいた、サボ完全忘れてたわ。でもこっちで戦った方がいいね。よし、こっちで戦わないと HP 回復取っちゃうもんね。 OK 余裕。あできればゲージもうちょっと貯めたいけど、まあ仕方ない、このまんま行こう。くそ、一旦引くか。多すぎるだろうが。頼もしい。このチェンジはいけるからね。オッケー。ここで攻撃力アップが乗った。これはいける。余裕でいけるはず。いきましょう。この一戦で決着をつけようじゃ。にゃ。オッケー、よし、よっしゃ、戦国倒した。このままでは被害は拡大する。でシャンクスもいけ、シャンクスいけてない。あやべ、 HP 回復取っちゃった。いやでも大丈夫大丈夫、やるじゃねえか。よし、SP 回復取ってもカイドウだったら全然いける。終わりだ。戦力にもならねえ。はい、うんうんうん、いやこのねデカさに慣れる必要があるね。うん、このデカさには慣れないとちょっといけないな。これからも精進するがいい。でも攻撃範囲がもう鬼のように広いので、新しいカイドウ間違いなく強い、これ間違いない。8分47秒、まあまあまあこんなもんでしょ、久しぶりだし。
はい、ということで真の海賊無双でカイドウを使ってみました。これはちょっと練習がもう少し必要ですね。新キャラ実装まで残り2日しっかりとやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。